昨夜、静岡市のマンションで火事があり、住人2人がけがをしました。火事があったのは、静岡市駿河区対馬町の11階建てのマンションで、午後10時10分ごろ、近くに住む人から、9階部分から黒い煙と炎が出ているなどと消防に通報が相次ぎました。消防によりますと、火はおよそ1時間45分後に消し止められ、他の建物への延焼はありませんでした。この火事でマンションの住人の79歳の女性が足にやけどをして軽傷を負ったほか、別の部屋に住む60代の女性が避難する際に転倒し足にけがをしました。警察と消防が火が出た原因を調べています。